ソマリ。お父さん。止まれ。これ以上の接近を禁ずる。どうして？私はこれ以上ソマリと旅を続けることはできない。なんで？ソマリがお菓子いっぱい食べたからか？違う。じゃあソマリがいつも言うこと聞かないで遊んでるから？違う。それじゃあソマリのこと嫌いになっちゃった？そうではない。じゃあどうして？お父さん、やだ、ソマリやだ。約束した、約束したもん、ずっと一緒だって。お父さん、ソマリ、ねえ、話せ。ソマリ、お父さんとソマリはずっと一緒なんだ。ずっとずっと、旅が終わっても、ソマリが大人になっても、ずっと。ソマリ、営業を失えば私はソマリを危険にさらすことになるだろう。故にここで別れることがソマリの幸せのためなのだ。違う、お父さんは全然わかってない。だってソマリはお父さんがいないと寂しい。お父さんは寂しくないの？ゴーレムに感情はない。私にも感情、心がある。ソマリ、お父さん。私は私はソマリと共にいたい。ソマリの父として、たとえこの世の全てに抗おうとも。お父さん、それが私のただ一つの願いだ、ソマリ。ずっと一緒だぞ、お父さん。ああ、ずっと一緒だ。一分でも、一秒でも長く、たとえ魂になっても。